写真家に欠かせないのはここだと思ったら決して逃さないこと。僕の名前は永倉ひろみ。単に事件をバーッと駆けつけて撮ってそれを発表して終わりじゃなくて、なんか続いていくっていうのはここから始まったのかな。エルサルバドルから始まった。好きだという気持ちが伝われば英雄も子供も笑顔を浮かべて心を開いてくれる。写真に写った人の生きる道筋と、そして見る人の生きる道筋が交差する。写真を撮るものとしてはそれが僕の希望。はい、それでは、今日はですね、ドキュメンタリー映画鉛筆と銃、永倉ひろみの目という作品に出演されました、永倉ひろみさんにインタビューさせていただきます。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。まずはですね、この作品がどういう作品なのか簡単にご説明いただけますでしょうか。はい、まあ、この作品は私の半生40年間という時をですね、アフガニスタンとの関わりから始まって、取材者なんですけど私はカメラマン、はい、でそこで出会った英雄マスードに最初は惹かれて、ソ連軍を何度も破ってる英雄がいるということで、彼のもとに山を越えて行って、彼が僕との生活に一応 OK してくれて、最初に100日間暮らした。そこから彼との出会いが17年間にわたって続いていって、まあ、写真をずっと私は撮ってきたんですね。はい、ただその最初の英雄マスード、戦闘の中で果敢なっていうか勇敢な有能な司令官を撮ろうと思ってたのが、次第にそういう、英雄像というよりも彼の間近に見て、マスード、人間マスードっていうものにすごく惹かれるようになったんですね。うん、だから同志を大切にしたり、老人を大切にしたり、老人たちの話を聞いて物事を決めていく、そして学校を作り病院を作り、そういう戦争の人とはまた違う人々、戦争といってもやっぱり人々の生活も支えなくちゃないんですね。それをやってるマスードにどんどん惹かれていって、彼がただ残念ながらずっと彼を撮り続けたいと思ってたんですが、2001年に彼が過激派、まあ、アラブ人の狂信者の自爆テロで倒れてしまう、まあ、亡くなってしまったんですね。はい、でその時に大変私は、彼は不死身のように思ってました。何度暗殺部隊を送られても、攻撃を受けても、3万人というソ連軍と政府軍の攻撃を受けても持ちこたえた。彼は決して死なないだろう。なぜかというと、彼は敬虔な本当に真面目なイスラム教徒だったので、神がきっと助けてくれているっていうふうに思ってたんですね。ただ残念ながら亡くなってしまった。その時に本当にもう悲しみっていうか、涙がこんなに流れるんだろうか。月を見ても花を見てもすべて、まあ、涙が出てしまうっていうか、そういう時期があって、彼のいないアフガニスタンを撮る価値があるんだろうか、それまではマスードが愛する人々、マスードが愛するアフガニスタンって目線で僕はずっと撮ってきたんですね。はい、ただ彼がもういなくなったら、その彼を通してっていうのはもうできないし、うん、なんかすごい本当に深い悲しみっていうか喪失感があって、はい、アフガニスタンを取る気がなかったんです。はい、その時はシルクロードとかいろんなところ、他の地域を取材したりもしたんですけど、はい、やはりマスードのその時に一周期があってですね、カブールに行った時に偶然立ち寄った山の学校、彼の故郷の中でも一番不便なところにある学校に行ったんですね。はい、その時にそこの校長先生が、
マスードの部下だった。で、彼が教員免状を持ってたので、マスードは戦いよりも教育、故郷に戻って教えなさいということを言って、自分たちは学校を作ったけども、本当に今、給与もな、滞って困ってるので支援してくれっていうところから、その話があって、まあ、うん、まあ、彼に勧められるまま学校に行ったらですね、本当に机も椅子もなく、窓もなく、ドアもなく、石の上でボロボロになった黒板を見上げている子供たちを見たときに、マスードのこれからのアフガニスタンを再建するのは子供たちだっていう言葉がすごい僕の中に蘇ってきてですね、あ、なんとかしたいって気持ちになって持ってたお金で机と椅子を買った。そこからまあ僕の先生たちがもっと支援してほしい、これからも支援してほしいということで支援が始まった。その時にマス、それまで持ってたマスドの絵の、マスドが亡くなったことの喪失感が、そこでなんか子供たちの表情、学びたいという気持ち、そしてその瞳を見たときに、なんか僕はマスードの喪失感が消えたわけじゃないんだけど、うん、僕の中にマスードはゼロになったんじゃなくて残ってたんだな、彼の思いみたいな、うん、これはこの子たちを何とか支援してアフガニスタンをなんか未来を開く力に一助になればいいなっていうところに進んでいった。だからこの映画は僕という人間、そしてマスードっていう英雄、はい、そして指導者、そしてその亡き後に子供たちのとこに移っていくっていう一つの三つのストーリーっていうんですかね、はい、は僕が立ち上がって故郷の僕が何を今してるかっていうところですね。母親と話したり雪かきをしたり、はい、そういうとこから入って僕を立ち上げ、そしてマスードとの出会いを描いて、はい、そして子供たちってこの大きな三つの柱ができてる映画なので、はい、今のアフガニスタンを説明する映画というよりは、うん、まあ、人間ドキュメンタリーというか、そうですね、一人一人の人間、はい、そして思い、そういうものを描いた、まあ、作品だと理解してもらう。アフガニスタンのことを何も知らなくても、うん、この映画を見て感じるものはきっとあるはずだし、逆に知ってる人は知ってる人で、ああそういうことで長倉はこういう道に立ったんだということも見える。そして何よりも僕が一番この映画をすごくいいって自分で言うのもおかしいんですが、やっぱ僕の写真をすごい使ってくれてるんですよ、うん、ただ使ってくれてるんじゃなくて、うん、僕がマスードを撮った時の一枚一枚、はい、彼の人生、思い、悲しみ、喜び、それを一枚の写真に僕は入れたいと思ったね、うん、そういう写真を連ねることで監督はそれにグッと寄ったり離れたりじゃなくて、うん、その時の空気感、マスードを見た時の見た僕の目線っていうか、それをすごく活かしてくれた映画だから、はい、スチールが好きな人、そして僕の作品を見たことがある人はもちろんだけど、写真を勉強してる人も見ても、あ、映画の中でこういうふうに写真を使えるんだっていうこともすごく面白い、そういうある意味で、うん、大胆だっていうか、はい、そういう挑戦も入ってる映画だと僕は思ってます。はい、はい、まあそうですね、僕もあの実は映画作ってる人間なんですけども、ああ、はい、なのであの非常にあのいろんな勉強させていただいたなっては思います。で、特に僕印象的だったのは、草むらで横たわってるマスドですかね、 あの写真がすごく僕いい写真だなと思いました、うん、本を読んでる写真ですね、はい、はい、そうです。だからマスードさんってその実は大学を中退されてるんですよね。はい、建築はね、そうなんですよね。だからもし叶うならそのもう一回その、建築学を学び直したいって結構言ってらっしゃったっていうふうに後で、はい、書かれてる記事を読ませていただいたんですけど、はい、まあだからこそある意味何でしょう、この山の上の学校っていうものにあの長倉さんをいざなったんじゃないかなっていうぐらい、なんかある意味運命的なあの出会いになってるのかなっていう気はしたんです、ね、うん、驚いたのは3年、はい、4年前ですけど、はい、アフガニスタン行ったあのマスードが山の上で本を読んでる、はい、場所をもう一回行ってみたいって探したんですね、はい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 、あんまり僕は覚えてなくて、ずいぶん山の上だったぐらいしか覚えてないんですね、はい、行ってみるとですね、実はその後に僕がそれ後以降支援していく山の学校の敷地のほんの
前で彼が本を読んでいたってことも分かったんですすよ。ごいですこの頃ね。学校なかったんですよ。それが、すごい今言ったいざなうっていう、縁っていうか出会いっていうか、すごい驚きました。本当に驚きました。いや、それもう完璧になんかもうそうね、だったのかですね。だマからマススドドには、呼ばれたとしか思えないですよね、本当にそれ。そうですね。だからマスドは先ほど言われてましたけど、本を読むのがとても好きっていうか、本はやっぱり彼の人生の一つだったと思うんですね。やっぱり彼は戦争してなければ、詩を愛し、本を愛し、もちろん結婚すれば家族を愛する。普通の、まあ、若者であったんだけど、戦争によって彼の人生、18歳からもう人生が変わってしまった。抵抗、ソ連軍に抵抗するために。ただ彼自身は戦争っていうのはやっぱ僕は狂気だと思ってるんですよ。狂った気、人を殺す、あるいは自分を守るためとはいえ相手を殺す。殺されたら悲しみのあまり復讐に走る。それが繰り返されるのが戦争なんですよ。僕のその戦争っていう一つのイメージをマスードは破ったというか、彼は戦争という狂気の中にいても正気を持ち続けた人間なんですよ。手ぐな人間だと僕は思ってます。だから、父親を殺されて、まあ、夫を殺されて、敵を取りたいから銃をくれっていう女性と子供がやってきた時も、それでは物事は解決しない。暴力の応酬っていうか、復讐の、まあ、応酬になる。だから、この子を学校にやった方がもっと意味がある。学校にやりなさいって言って武器は渡さなかったんです。だからマスードって人は本当に普通だったら武器を与えて敵をやっつけろって言うかもしれない。だけどマスードはそうではなくて、戦争で物事は変わらないっていうのが彼の信念でした。話し合って平和を求めるっていうのは常に思ってたことなので、本当に彼がいると僕は彼と500日間暮らして戦争の中にいたっていう気持ちはあんまり実はないんですよ。彼の周りにいる人たちがみんな、マスドが冗談言うと笑ったり、本当に花を摘んでみたり、なんか、温かい雰囲気がすごいあった。だから僕は、やっぱり彼の持ってる資質っていうか、指導者としての、そして一人間としてのそういう資質を失わなかったマスドってのは僕にとって、本当に合わせ鏡のように、いまだに彼の言葉をたくさん思い出しますよ。だからやっぱり僕が年を取る、もう70になってですね、あ、年取ったよねって思うこともありますよ、自分が。そういう時に彼に48ぐらいの彼に、年を取ることは怖くないかって聞いたんですよ。そしたら彼は、どうして？年を取るのは自然なことだよって言ったらですね、ああ、普通は当然自然なんだけど、あの英雄マスドがね、年を取るのは自然だって言った時に僕は自分が年を取ることを恐れてた。年がほぼ一緒なので彼と。だけど、あーっていうか、すごい心に残りましたね。今もよく気がします。なるほだからど。年を取るのは自然なことだ。これは当たり前のことなんだけど、誰が発するかによって言葉の重さとか変わってくるわけじゃないですか。だから僕はマスドに教えられたことがたくさんあって、やっぱりそういうマスードのメンタリティは、あの山の学校の子供たちもマスードと同じ水、マスードの家の流れてる用水路の、まあ、そこから引いてる水で、やっぱり子供たちもマスードに直接会ったことなくても、すごいそういう薫陶というか民族を超えた、一つ一つの民族にこだわらない人でしたし、この学校の子供たちも他の民族と全然差別感も持ってなくて、違う民族の人と結婚した卒業生もいますし、僕を見ても、ハザラ人っていう蒙古系の人たちもいるんですけど、彼らはタジクなんですが、全然そういうのにこだわらない子供たち。だからなんかマスードの精神が子供たちに残ってるし、そしてそれは未来につながっていく希望だと思ってるんですよ。アフガニスタンっていうのはもともと戦争がずっと続いてきましたけど、豊かな国なんです。僕が学生時代に行った時には、いろんな民族の人が暮らして、それぞれの文化、を持ちながら音楽し、そういうものが様々に溶け合ったシルクロードの十字路としてとても栄えた国で多民族国家なんです。ただ現在のアフガニスタンは悲しいから、一つの民族が力を握り、他の民族を弾圧するっていうふうになってるんだけど、本来は
アフガニスタンの豊かさっていうのはそういう多民族の豊かさなんですね。はい。だから僕はアフガニスタンがいつか皆さんが平和になったアフガニスタンに旅行できる日をとても心待ちにしてます。なぜかというと、戦争前にアフガニスタンを訪れた人はみんなその頃の豊かさを知ってて、いまだに僕の写真って映画に来ても、あの頃は良かったですねって言うんだけど、それが二度と来ないわけじゃなくて、必ず子供たち、人々の心の中にマスードの思いも残り、この国の多民族の精神というか、豊かさ、共に生きる豊かさみたいのは必ず残ってると僕は思うんですね。うん、それまで僕はこの支援は、支援というか、支援が目的じゃないんですよ。そうですね。はい、支援をすることで、この国の人たちの思いに寄り添いたいというのは僕の、同時に見守っていきたいという気持ち。うん、僕が見守るということは、彼らも僕を見守ってくれてるんですね。はい、だからお互いなんですよ、これは。すべてにおいて、うんうんうん。片方は高みから何かを与えるんじゃなくて、うん、逆に言うと、僕を思うように子供たちも僕のことを思ってくれる、うんうん。それが僕の支えにもなる。はい、だから世界ってのはそういうふうにしてできてる。一方的にお金を出して解決じゃなくて、武器を出して解決じゃなくて、うん、そこで何かをすることで人々と交わって、うん、そして交流が生まれる。交流ってのはそういうことだと思う。うん、精神のこうやり取りっていうか、はい、心のやり取りだと思うんですよ。物のやり取りじゃないんですよね。うん、だからやっぱりそういうマスードから教えられたことを僕はずっとこの国の未来にもそれが息づくように見ていきたいし、息づくことを願いながら見ていきたいっていうのは僕の切なる思いです。はい。ものすごくその思いがこの作品の中にも、詰まっていると思いますし、たくさんの人にね、この作品見ていただきたいなというふうに思うんですが、もうそろそろちょっとお時間になりましたので、はいはい、最後にですね、一言、見てらっしゃる方に、長倉さんからメッセージをお願いいたします。そうですね、先ほど言ったように、写真の使われ方、で僕がどうマスードと向き合ったかっていうことも写真にも当然ありますし、もちろん写真だけじゃなくて、動く絵も当然入ってますけど、その中で、ああ、長倉っていう一人の世界一のっていうか、世界の長倉ってなりたかった野心いっぱいの男がどう変わっていったのか、そして子供たちの瞳に何を見つけて、そしてこれからどうなったらいい、あのアフガニスタンがなればいいんだろうってことも、そういう思いも、この映画の中に僕は詰まってると思うので、一人のヒューマンストーリーっていうか、ドキュメンタリーであり、アフガニスタンの未来を描くドキュメンタリーであり、そして今、日本の人たちがアフガニスタン、戦乱のアフガニスタンと心をいつか通わせるための一つの材料になっていくと僕は思ってます。本当に豊かな国なので、いつか日本の人たちがそこを訪れて、ああ、いいよね、そういう国になるまで見届けたいと思ってます。はい、ありがとうございます。はい、どうもありがとうございました。映画の中でも、長倉さんの、一番ギラギラしてたところから、だんだんそのマスードたちと時間を長く過ごせば過ごすほど、ちょっと表情が和らいでらっしゃったような気がするんですよね。映画の中でも出てきますけども、だからそういうところも含め、まあ、写真の使われ方みたいなのがどういうふうに使われてるのかっていうのは、まあ、作る立場の人間からも一つのポイントになってるんじゃないかなと思うので、たくさんの人に見ていただきたいなと思います。そうですね。はい、はい、どうもありがとうございました。はい、ということで今日はドキュメンタリー映画、はい、鉛筆と銃、長倉弘の目という作品の、はい、長倉さんにインタビューさせていただきました。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。はい。